はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。4時回りまして4時15分でございます。今日はね、少しだけ相場に動きがあってですね、ドル円が 111.307 になってますね。で、あれ、なんか時間外でえらい下がってますね。今マイナス379円になってますけど、なんでやろう。ようわかりません。ようわかりません。明日3万円切るかもわかりませんね。あれがね、その原油がですね、76ドル、シカゴでは80ドル超えたというふうにも言われてますけど、アメリカの国債10年利回りが 1.54 と、まあまあ高止まりでですね、ドルウォンも、私が見てますドルウォンも動いてましてですね、今1186。1.53 というかなりビヨーッとこう下がってますね。だこれは世界的にドル高という流れの中にあって下がってるわけであって、ウォンだけの特殊な動きではないですね。はい、本題いきましょう。日経新聞のですね、これは今日の11時有料会員限定記事で開いたところを貼っときますけど、こんな案があります。賃上げ勧告、そして店員はいなくなったという記事でございました。日経ベリスタセレクトというところからの記事ですね。ちょっと読んでいきましょう。韓国で従業員のいない店舗が増えている。セルフレジを置く無人コンビニや自動販売機だけが並ぶ店など形態は様々だ。人件費の負担増で店側が従業員を雇えないのが主な要因だ。ムン・ジェイン政権は所得主導型成長を掲げて賃金を引き上げたものの、雇用を伴わない無人店舗の普及という皮肉な結果を招いていると。ソウル市、カンナム区のマンション団地に隣接する繁華街に一風変わった店が6月にオープンした。店内にはガラス張りの大型自販機が9台置かれ、冷蔵冷凍の食品類がずらりと並ぶ。ビビンバやパスタ、ハンバーグなど30種類のミールセット、かっこお弁当を揃え、電子レンジもあり、入れたての本格的なコーヒーまで楽しめる。店舗名はフレッシュストア。運営元はスマートキオスク社。運営元のスマートキオスク社は2019年設立のスタートアップで、ソウル市中心に原則無人の店舗を12店運営するみたいな、ね、であとですね、飛ばしました。セブンイレブンを韓国内で運営するロッテグループは8月、ソウル市郊外のオフィスビルに実験店舗を開設した。ロッテ系列の IT 過去情報技術開発会社が入居するビルで、イギリスらが実験店舗を体感しながら新型店舗について、試行錯誤する場となっている。さらにですね、現在実験が進むのが米 Amazon.com のAmazon Go のようなレジなし店舗だ。事前にアプリ登録した顔写真をもとに自動ドアを顔認証で解錠し、天井部分に備え付けられたカメラ映像をもとに購入商品を把握して、来店客が店外に出れば決済が完了する。すごいですね。さあちょっと飛ばしましてですね、韓国料理宅配最大手のウーアブラザーズは小型搬送ロボを自社開発し、ソウル市郊外のマンション団地で実証実験を続けている。注文が入ればロボを飲食店に向かわせて、店員は料理を準備する。店前で料理を積み込めば歩行者や車を避けながら数百メートル離れたマンションの玄関まで運ぶ。消費者はスマホで2台の扉を開錠して料理を受け取る仕組みだと。これら急速な精進化、人を省くですね、の背景には最低賃金の上昇がある。韓国ではムン政権が所得主導型成長を経済政策の軸に据えて、5年間で最低賃金を 42% 引き上げた。22年には全国一律で9160ウォン、各860円。
約860円となり、日本との差は大きく縮まると。まあ以下こう書いてあります。ムン・ジェイン政権って非常にこう左派的な考え方でですね、最低賃金を上げればですね、貧しい人を救済できるという誠に単純なお考えのもとにですね最低賃金をガンガン上げまして860円と、来年860円なそうでして、日本の東京は今1000円ですね。だからほぼ同じ水準、まあ多少向こうの方が安いかなっていう感じですけど、もう一人当たりの GDP でね、日本とお隣さんってほぼ変わらなくなってるんで、最低賃金も変わらなくても別にええやんという感じですね。なんで悪くはないと思うんで、日本も最低賃金上げようやないかっていう話あるんですけど、ただそれによって単純に上げたからといってですね、その失業者がその増えたりしてますね。 20代ここ最後書いてありますけど、20年末の20代失業率は 9.0% と、全世代過去 4.0% 大きく上回るって書いてある。まあ失業者を増やしただけちゃうんかと。まあムン・ジェインさんってね、ほとんど人ね、分かってないんですよ。私が見てる限り何も分かってないですね。最低賃金引き上げたら若い方の収入が増えて格差が解消されるやろうと思ってたところがありますね。で、日本を罵ったら日本は言うこと聞くんちゃうかと思ってた節もありますし、北と仲良くするにはひたすらね、耳障りのええこと言うたらええんちゃうかと思った節もあって、全部失敗してますね。で、一つだけ成功していた軽貿易ですね。コロナ対策もですね、徹底的な PCR 検査っていうものをやってですね、早めの隔離ということをやって一時的には成功したんですけど、今は日本よりも実数が多い、人口割合で日本の4割の国がですね、日本よりも多いということ、つまり 人口比率で言いますと2倍以上向こうの方が多いという状態になっています。でだから彼のやらかしたことで何か成功と言えるものがあったのかなという気がしますね。この最低賃金の引き上げもその一つでした。単純に引き上げたらいいやろという、実にこう単純なお考え。不動産政策も全部失敗しまして、ソウルのマンションの値段が大体彼の在任中に2倍以上上がってますもう何と言いますか、やることなすことで、ね、ものすごい単純な発想で言ってるわけなんですね。将棋で言えば3手の読みができていないですね。こう出せば相手はこう来るから次にこう行こうっていうのが3手の読みなんですけど、これ基本です、将棋の。それじゃなくて、とりあえず最初の1手こうすんだよねしか考えてないわけですね。そうしたらどうなるというところまでは考えていないわけですね。こうさせたらええねんっていうだけのことで、あれだけ失敗こいでるのにですね、未だに支持率が4割あるというのはですね、あれなんです、メディアなんですね。テレビ局全部抑えました。で、ムンさん系のメディアがあってですね、その悪いことを報道しないわけです。あの国に本当に言論の自由があるのかなと思うんですよね。ほいで、保守系のメディアあるんですけど、朝鮮オンラインとか中央日報とかあるんですけど、とことん追求しないんですよね。むちゃくちゃアホなことやってて、大失敗してるのに、なんか知らないけど、追求の報道が甘いんですよ。私に言わせれば。もちろん僕は日本語に訳されたサイトしか見てませんけども、なんでもっとね、えぐらへんやと。だって、突っ込みどころ山ほどあるんですよ。突っ込みどころ山ほどあるのに、えぐっていないわけであって、あれは、なんていうか、自分たち、自分たちの大統領を責め立てる、あれがちょっと甘すぎるんちゃうかなという気がしますね。まあそれは置いといて、とりあえず彼のですね、ムン・ジェインさんの最低賃金引き上げということが あれですね、無人店舗の増加とかですね、配達ロボの普及とかという、そっちの方に現れてきてですね、まあ別方面で進化を促しているということではないかなと思います。まあそれもなかなかいいことではないですが、その結局ね、レジなんていうのはそんなになんていうのが、その高度なノウハウを要する労働ではないのでね、
そこに人がいなくなるってのは、まあ、悪いことじゃないなという気はします。ただ働く機会はそれでうんと少なくなって、ムンさんの目論みは真逆に働いていると、目論みとは真逆に働いているということではないかと思います。でこの日経新聞を開けたところは貼っておきますんで、私今半分以上は読んでしまいましたけど、全部読みたいという方は見てみてください。はい、どうもありがとうございました。